こんにちは。今回はすぐに使える恋愛心理テストです。自分の恋愛タイプを知ってますます恋愛上手になっていきましょう。ぜひ直感に従って答えてみてくださいね。自分の知らなかった自分に出会えるかもしれませんよ。回答時間は10秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。あなたにとって時計はどんなものですか？時間を知るものなどではなく、イメージで答えてください。例えば、美しいもの、なくてもいいものなどです。あなたはどうですか？終了です。時計が表すものは恋人です。時計に対するイメージがあなたの恋人感になります。あなたの恋人感は何でしたか？実際の恋人感と合っていましたか？2問目です。あなたは金魚すくいをしました。何匹捕まえましたか？そして何匹逃げられましたか？終了です。捕まえた金魚の数はあなたが好きな人の数。逃げられた金魚の数はあなたを好きな人の数。好きにもいろいろありますが、好意を寄せている人の数を表していると言われます。どちらもたくさんいると嬉しいですよね。3問目です。あなたは大切に思っている人にお誕生日のプレゼントを渡そうといろいろ考え、調べて、さまざまなところへ探しに行って、やっとの思いでプレゼントすることができました。その時のあなたはどう思っていますか？終了です。このテストでは結婚が決まった時の心境がわかります。いいものプレゼントできたぞなどポジティブな内容であれば、結婚が決まった時もきっとワクワクしているでしょう。4問目です。あなたは恋人に会うために高ぶる気持ちを抑えながらバスに乗りました。目的地に着くまでに何回停車しましたか？
停車した回数は、あなたが何回目のデートでキスをしようと思うのかがわかります。数が一つだと気持ちが高ぶった勢いでしたくなるかもしれないし、数が多いとドキドキ感を楽しみたい人かもしれません。5問目です。駅のホームで電車を待っています。あなたの肩についていた糸くずを後ろから誰かがそっと取ってくれました。それは誰でしょう？身近な異性で答えてください。終了です。これはあなたがこの人は自分のことが好きだと思っている人です。何かそう感じるようなことがありますか？いかがでしたか？今回は恋愛にまつわる心理テストでした。この他にも様々な動画を配信していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。ぜひコメントや高評価、チャンネル登録もお願いします。